アメリカの先週一週間の新規失業保険申請者数は、前の週から5万1,000人減少の36万4,000人でした。新型コロナの感染が拡大して以来の最低で、市場予想も下回りました。一方、失業保険を継続して受給している人の数は、前の週から5万6,000人増加の346万9,000人でした。